カンナ、2018春。ストーリー、岩田純平。出演、斉藤陽介。娘のカンナは2歳になる。奈良義朝が書く少女によく似た元気な女の子だ。もうイヤイヤ期は峠を越し、今はパパやめて期が始まっている。何かとキーキー怒っていた娘も、今は冷静にパパやめての一言であしらってくれる。そんな女子感満載の娘は、男子である父には想像もつかない女子目線があることを教えてくれる。例えば娘はドラえもんののび太のことをのび太さんと呼ぶ。ドラえもんをしずかちゃん目線で見ているのだ。父は人生を43年生きてきて、のび太のことをのび太さんと呼ぼうと思ったこともないし、その選択肢があることに気づきもしなかった。想像力の限界を知るという話である。ちなみに7歳になった息子は、スモールライトがあったらガリバートンネルはいらないということに気づいてしまい、ドラえもんから夢を奪いつつある。映画でよくドラえもんがどこでもドアを置き忘れてしまうというシーンがあるが、どこでもドアを置いてきたら取り寄せバッグで取り寄せればいいということに気づくのも時間の問題であろう。ドラえもんが好きな娘であるが、アンパンマンだとバイキンマンが好きらしい。この前歯磨きをしようとしたら、アンパンの歯ブラシやだと言い出し、じゃあ何がいいのかと聞くと、バイキンマンがいいと言う。仕方なくバイキンマンの歯ブラシを買ってやったのだが、バイキンのついた歯ブラシで歯を磨くという矛盾がしっかり商品化されているのも、なかなかの商売根性だなと感心した。そんなこんなで、土日の午前中は大抵娘を連れて近所の西友に買い物に行くわけだが、この前買い物から帰って玄関を開けると、娘が「ナリ先生の匂いがする」と言った。ナリ先生というのは娘の保育園の男の先生なのだが、父と娘が留守の間に妻と娘の先生がという、まるで昼顔のワンシーンのようであった。もちろん成先生がうちに来ていた事実はなく、平穏な日々を送っている。最近はいろいろ知恵もつき、何でも自分でやりたがる娘だが、この前勝手に iPhone をいじっていて、ホームボタンをポチポチ押してたらSiri が動き始め、ご用件をどうぞみたいなことを話し出し、それまでおとなしかった iPhone が急に喋り始めたことに娘は恐怖を覚え、半ばパニックになって、なんかおかしい、なんかおかしいと言い出したのだが、 Siri はその言葉をうんこ開始、うんこ開始と聞き取り、冷静にうんこ開始をネットで検索し始めた。娘もシリもどっちもどっちだなぁと思いながら、娘の知能がシリを追い抜く日もそう遠くはないのだろうと思うと、それはそれで寂しくなった。人の成長には嬉しさと切なさが混在する。まあその後またシリに抜かれる日が来るのかもしれないけれども、 AI も娘も進化の途中なのである。まだまだ書きたいことは山ほどあるのだが、そろそろいい潮時なので、今年はこの辺で。また来年、カンナ2019でお会いしましょう。